はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日もマージサバイバルやっていきたい。何からやろうか。とりあえず無限がね、発生しておりますので無限をやろう。 OK、 先にこっち行ってこようか。ジョイさんの個別ストーリー。パパ、びっくりした？むむ、ちょっと待てよ。作れるか？いけたか。これと、ハンカチ、ママのヒール、ハンカチ。パパ、ママ。むむ、ちょっと待てよ。結構、ボトルと写真、これが3つね。あ、これはいける。飲み物、ちょっと待ってよ。終わった。水ボトルがまだまだ鍵を作っとくか。鍵はできたか。であと水ボトルだけだね。でもまあ現状これの回復20分まあやることないので戻りまして。新規エリアならず、他の子たちは休憩中です。お金はささっともらっておく。でも本当に来月の1日は必ずインベントリーサブバッグか、サブバッグを拡張しよう。何やりかけだっけ。まあ、とりあえず、クエスト完了させてくるか。クエスト完了。14か。キャンプ9日目のパート14。ソフィアの作った料理を食べてみよう。ほい。うんうん。ああ、美味しそうな匂い。美味しそうですよね。ジャムがとてもしっかり作られています。長い間一生懸命煮詰めた甲斐がありますね。スクランブルエッグもとっても美味しそうな出来栄えです。さあ、ここに集まってみんなで食べましょう。なんかあんまり自分の作ったものにこの言い方せん気がするけど。おう、いただきます。いただきます。もぐもぐ。ほら、シードも食べてね。スクランブルエッグとワンちゃんでも食べられるように砂糖抜きで作ったジャムよ。ワン。美味しすぎてうっとりしちゃいます。甘くて香り高くてキャンディーとは比べ物にならないほどに味わい深いです。スクランブルエッグなんていつぶりだろう。本当に素晴らしいです。もぐもぐ、おいしい。おいしく食べてもらえて嬉しいです。次はどんな料理を作ろうかしら。いいでん、どうしたんですか。むにゃむにゃ、ごめんなさいソフィア。他の料理のことを想像したらついテンションが上がってしまって。落ち着いてゆっくり食べましょう。いや、食はね、大事よ、大事よ。食はやっぱ一生のうちにさ、取れる食事の量って決まってるから。いいでん、私はジョイと近くを散歩してきますから休んでいてくださいね。木の近くに研究の痕跡がないか調べてみなければ。
はい、お気をつけて。行ってくるね。バイバイ。あれ、割と普通のタスク。そうだ、これね、なんかムービー見たらさ、このもらえるものがあったからムービー見てもらってきた。特になんだろう、草刈り駒みたいなやつと、このなんて言うんだろうね、クリオネの頭みたいなやつと、これがムービー見たらね、もらえたから。せっかくなんでね、可能な範囲でアクティブな状態にはしておく。どうしよう、下の方とか削っとくか。とはいえ1500とかはさ、はるか遠いよね。到底たどり着けぬのではないか、そう思わせてくる。うん、ここに使うべきではないか、これは。せいやー、うわ、めっちゃいった。おいしい。これってさ、そっか、使うところがアクティブになってないとダメ。ってことは凸型に削ったとこじゃないと開きまへんね。うん、どうするかな。こうでこんな感じにして、こうでしょ。まあまあ、良い。うん。まあ、ここもありかな。そい。うん。上もちょっと削ってみるか。もうちょい削る。ここ削って、1列すごい。
一回ここまでかな。ちょっとね、いい感じに行けるところが他ない。いや、これやってる場合じゃない。あと8分しかない。10分以上違うことで使った。あ、そう、これできたんだけど、何のために作ったんだっけ。あ、これだ。これこれこれ。もう作ったことないのに、ミツバチタイムズで出ちゃってさ、これだね。いや、初めて作るよ、これ。キャンプ用ランタン、レベル8。よいしょ。周りを明るく照らすキャンプ用のランタン。明かりを目にした略奪者たちにキャンプを発見されるかもしれないので、周りを警戒してから使おう。確かにな、明かりがあると、人がおるってなるよね。これ3シート目どう？いやでもね、あと23時間しかないからさ。次のシートはどうするかな？ちょっと見るだけ見てみる？キッツ！キッツこれ作ったことないんだけど。うわぁ。レベル6だって。とりあえず、ナイフ、スパナあたりはできるかなーって感じ。かなーって感じ。これ相当厳しいぞ。あ、これね、次のやつ作ったことなかったんだよね。作るか。これね。小型グリル、レベル6。簡単な料理ができる小さなグリル。拾ってきた鉄板を乗せて、調理しやすくなった。でも、材料がない。どうする？ここで収める？まあ、大事に取っといても邪魔っちゃ邪魔だからね。もう正直な話。もしくは一回上のレベル作っといて、ハサミで分解するか。あの、ハサミさ。ハサミね。いや、でも、とりあえずメイン。メインやろう。オツ。そう、ハサミ結構余ってさ、売る羽目になってるから、毎回。1コインとかでさ。非常にもったいない。待ってよ。よし、考える。定規は使いそうにないね。売るか。ちょっともったいないけど。なだめる。これですね。なだめる。誰を？シードかな？地図。表示する。で、半端になりそう。半端になる。毎回そうなのかこれ。毎回確定で半端になるようになってんのかな。まあ、体力くれるのはありがたいけどね。まあそうだな。これ収めるか。本当はね、早くレベル13を作りたいんだよ。だからこのね、ノコギリとかを意味なく作ってるんだけど。はい。レイディもやりたいけど、丸太2段が若干きついかな。いや、まあ、とりあえず、このスペースでいける？いや、もう、これは押さえちゃおう。とりあえず。これとこれはまあ、しょうがない。鉄板。スパナ2。違う、スパナ3。
これはちょっと上を作ってから分解します。これはまあ邪魔だったら売るかな。ちょっと状況次第。いや、それよりこれ、卵はもったいなくて売りたくない。砂糖はまあでも邪魔になるよな。確定で邪魔になると思う。ここです。うん、結構2つとも上のレベルだよね。いくつ？マックスじゃなかった？5と5。1個は OK。 けどこのアプリのさ、優しいところはなんかこのレベル5が何個とかさ、そういうのは来ないんだよね。本当にそれはありがたい。レベル5が8個とかさそれをしかも一度に収めなきゃいけないとか、そういう鬼タスクはない。あとは移動する。お、いいぞ。キャンプ9日目、パート15、ソフィアの散歩。うん、ここにはこれといった手がかりは見当たらないわ。きっとどこか研究の痕跡が残っているはずなのに。やっぱりキャンプの中で探すべきかな。次はイーデンの目を避けてキャンプ内を調べないと。ママ、考え事？なんでもないわよ、ジョイ。コッコに会いたい。お家帰ろうよ。わかったわ、ジョイ。もうしばらくしたら帰りましょう。うん。ソフィアとジョイがいないと静かだね。何をしようか。シードと一緒にお家の掃除でもしようかな。シード、どこにいるの？まだシードもいない。一人ぼっちだ。急に不安になってきた。え、工具取られるか。ちょっと待ってよ。でもこれもいけそうなやつなんだよね。あとね、工具あるんだよ。この、これ。工具の準備。収めたくないけどしょうがないよね、これ。へい。解体する。で？大オーク。なんかぴったりにならんの。ぴったりになるかと思ってね、今。ダメだ。うん。他は、いやでもやっぱスクラップの車もう一台は絶対いるよね、これ。他に手段がないもんな、回収手段が。リンゴだ。ちょっと待ってよ。これで OK。 シードを探す。あ、犬笛的なやつで。シードってピー。手袋か、スパナ。とりあえず先にスパナ作っちゃうか。あれ？ちょっと20分の無限が終わったんだけど。ってことは20分経った。当たり前なんだけど。当たり前なんだけど、経ったんだ。うわぁ。ちょっと待ってよ。今、衝撃を受けてるよ。まずスパナ作るよ。
バナを作り、スパナ結構遠いな。できた。とカラビナ固定する。で、あとは手袋作らなきゃいけないから、どっちにしろもうちょっとここ、はい、とちょっとここどうにかならんかな。まあこんなもんか。と電流じゃない、電気を遮断。はい、今日のデイリーも別になくてもいいっちゃいいかな。じゃあクエスト完了。結構今日進んでない？今日頑張ってない？たまたま運がいいだけだな。キャンプ9日目の16。シードの姿が見当たらない。シードの行方を探そう。ほい。おった。ワンワン。え、シード？一体どこにいるの？シード？あ、ここにいたんだ。何これ？車が捨ててあるの？ワン。わあ、こんな車は久しぶりに見たね。中にバッテリーが残ったりしないかな。何か使えそうな気が。ボンネットを開けてみよう。シード、工具を取ってきて。ワンワン。シード、言葉がわかりすぎ。え、このワンちゃん賢すぎってやつだよ。ありがとう、シード。よいしょーっと。わあ、このバッテリー、ピンピンしてるみたいだよ。エンジンとか他のところは直せないほど壊れてるけど、収穫はあったね。このバッテリー何に使おう？そう。電気。電気を生産する何かを作って、このバッテリーに貯蔵すればいいんだ。ワンワン。よし、それじゃあ、電気発電所を作ってみよう。まずは部品を集めないとね。シード、ついてきて。ワン。はい。チラチラ。これがきついかな。あとは木材ね。まあやれるところからやろう。もうやれないところはもう明日、明日。で、ちょっと待ってよ。どうするかな。鎌を作ろうにもね、スペースが結構きついから、固定するからかな。いや、設計する。設計するからいっか。コンパスがね、結構上位の存在だからね。よし、設計する。いや、ぴったりになって嬉しいな。あとは固定するだね。これが、布はいらないからさ、この辺は売っちゃって。本当は布とかもマックス作りたいんだけどね。木槌とかもレベル8で止まってるから、固定する。で、次はまあ、順当に行くと枯れ草を整理ですな。枯れ草整理してくるか。行くぜ。くぅ。こっちのシリーズって特にいらないよね。こっちでも求められてないね。じゃあ普通に売り飛ばしだな。うん。売り。売り。カマだっけ？いるの。
もうちょい。ウリ。で、この辺、これもまあいらないけど、なんか取ってやるっていう。いらない。よし、枯れ草を整理。休憩する。受け取るか。これは今日無理。あれ、今まで散々捨てていた。霊気。そうか、こっちだっけ。手袋のシリーズだっけ。全然認識してなかった。しまったな。アホすぎるかね。アホすぎたな。いらんじゃんと思ってたの。めちゃめちゃ売ってた。あれ霊気。そっか、こっちのシリーズだっけ。あかん。いらんわじゃなかった。ちゃんと覚えないとダメだねこれ。あ、さっきみたいに間抜けな発言をしたことをここにお詫び申し上げます。お詫びし修正いたします。多分ね、今日無理なんだよね。あんだけ無駄に捨ててしまったからな。これは素直にさ、ミツバチタイムズをやるように心がけた方が健全なのでは。ただし真ん中が無理そうなんだよね。あれ、これを作んなきゃいけないんだけど、これを作るためには、もう考えたくもないんだけど。しんどすぎて。まあ、とりあえずスパナー、あと3、ナイフ1を作るか。スパナー3。ナイフ1。地図は言えそういないんだけど。地図の上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 が。もっと上か。上の上の上の上。合ってるか。ん？違う、上の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 上。いらないわけではないっていう。で、上のレベル一回作りたいしね、ちょっとこいつは置いとこう。となると、いらないのはリンゴとかそういうことになるよね。木材はいる。薬はまあ、スペースが狭まってきたら、この薬は売ります。で、まずはね、スパナ。スパナ結構な上なんだよな。どれも売れないって結構な八方塞がりやで。スパナあと12。緑の箱欲しいんだよね。見ての通りなんだよね。緑の箱倉庫に永遠に眠ってるからさ。とりあえずスパナを作ろう。とりあえず時間制限のあるイベントをね、これは優先するべきであり、他のものはね、もう今日はだいぶ進んだから、これは許されるべき。許されていいだろうと。今日はやったと。そういった自負がありますんで。ちょっと待ってね。
おっと、あ、ゼロだ。なんか受け取ってないアイテムある。受け取ってないアイテム、受け取ってないアイテム、特にない。ここは完了。小銭をね、稼いでいかないと。はい、ダイヤとかも貴重だからね、ちゃんとちゃんと使っていかないと。おや、ここなんかあるぞ。ちょっと待ってね、なんかあるぞ。よいしょっと、つりゃー、おいしいおいしい、もぐもぐ。うん、下の方に攻め込むべきかどうかなんだよね。あれ、一列削るにしても個人的にはこのネットがいっぱい張ってるところを削った方が美味しいから、なるべくね、ネットがいっぱい張ってるところをね、一列とか、もしくは四方向削るのやってるんだけど。あと100だけ回復したら終わっとこうか。時間、あ、まだ許される時間か。30分前後なら。じゃあ1個使おう。で、まあ1マスね、今余裕ができたんで。もうちょいで。OK。これはいったよね。で、でもああやって納品していくとやっぱね、スペースにゆとりができて、そして心にゆとりが生まれ、みんな平和。はい。さて。でもうちょっと頑張ろう。100体力ぐらいね、ちょろーく使っちゃうので、まあ霊気は無理だな、もう今日は。さっき何も考えんと捨てまくった、それが悪い影響を与えています。そろそろ切れそうだよね、これも。さすがに。スパナまでは OK。スパナまでは OK。あとナイフ1本なんだけど、このナイフ1本がちょっとたどり着けるかもわからんのだが、先に違うねろか。ね、金属はちょっと厳しい、ナイフは中途半端になる可能性があるから一回置いとくってなると、これしかないでしょ。これしかないでしょ。あとね、身受け取りのとこに多分ファスナーのレベル1が2つあるはずなんだよね。そうするとさあ皆さん、明日の、明日ね、次回の動画ではレベル
1から違う2から6が消えまして、7がここに一つだけねポツンってある状態になっているはずです。なんか自分が勘違いしてない限りは。これがさ、これ9があるから9分解するの方がいいかな。いやでも待ってよ、でもこれをもう一個作るって考えるとちょっと9分解するのも待ったって感じかな。この辺は回収かな。うん。お。とりあえず今収めれるやつをね、ちゃっちゃと収めて、あ、これ欲しいんですよ。それを求めてるんですよ。まずまあ順番にね、収めれるものは収めていく。はい。22時間あったらいけるかな。あくまで希望的観測だといけるんじゃないか。問題は、強力なライトみたいなやつ。これがさ、レベル8でしょ？多分ね、このベストをね、3つぐらい潰してやっとできるみたいな感じなんよ。言っちゃなんだけど。自分の勝手な初見ね。1個ぐらい使いかけだったかもしんないけどね。少なくとも2個半はいると思うんだよね、このベストが。完成形ね。レベル3が。ってなるとね、結構きついんですよ。こっからは確か出ないんだっけ？ベストがね、出ないんですよ。レベル6以上じゃないと。ハード。ハードモード。で、マッチだけでも出てほしいから。これは、もうちょっと叩くよ。いや、でもベストも出ないとなると。よし、じゃあ、とりあえずここまでは OK。作るか、レベル8、頑張って。で、できれば出てきた時にグリルがもう一個出てたら一回合成、その後分解やりましょう。ここ。うん。今日のデイリーが抗菌薬、抗炎症薬か。これだけ出しとくか。あれ？できるよね？これ。これは売ってこいつだけ取っとくかな。売るか。こっちの方が当然ね。作りづらいから。じゃあ包帯巻きと。丸太は厳しいな。この世界本当にスペースが、これもサブバッグがもうちょっと拡張しないときついんだけど、年末じゃないわ、月始にしかないからさ、月始めにね、必ず忘れないようにログイン。どうするかな、これしまっとくか。
いつかレベル13を作ること夢見てるんだけどね。今ね、12まではできてるんだけど、そっからがね、進まないんだよね。じゃあね、あとは、この辺は裏でね、やっておくかもしれない。し、ちょっとやれなかったらやれないかもしれない。なんか、でも昔さ、ミツバチタイムズのシートこんなに難しくなかったと思うんだけど、やっぱなんか、レベルに応じて強化されてんだろうな。マスクをつけなかった日。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ここで使いかけね。あれ？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これはどれだちょっと待って。ちょっと待ってよ。これ、こっから出るやつか。これ作りかけなかったっけ？ないのか。あれ、これ仕上がらない気がする。ギリジョイが作ったの。うわー、ちょっと待った。明日以降よろしいか。これもあれだ、もうないない、また待機だな。この辺はもうちょっと合成しとくか。こんなところ。あとは、いや絶対このピンクのさ、宝石はこんなにいらない気がするんだよねいらない気がするね。邪魔になったら、次々売っていこう。それがいい。よし、こんなとこかな。まあまあ進んだんじゃない？自画自賛。そう、ここのね、ムービー見に行くと、それぞれね、ナイフ、この、刈り取りバサミ、この、クリオネの頭みたいなやつ。これそれぞれもらえるんでね。というわけで、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。では失礼します。